アルハンゲリスク市電はかつてロシア連邦のアルハンゲリスクに存在した路面電車である。1958年にスウェーデン・キルナの市内電車が廃止して以降2004年に全線が廃止されるまで世界で最も北に位置する路面電車路線であった。貿易都市、軍事都市として発展したアルハンゲリスクではモスクワからの鉄道路線が開通したことを機に 市内電車建設の動きが活発化し、1914年から建設が始まった。1916年6月25日に最初の路線が開通し、翌年の1917年にはソロンバラ島地区にも路線が開業したが、1956年に付設されたクズネチェフスキー橋によってつながるまで、クズネチハ川を渡るルートは存在せず、陶器に凍った川の上に、 臨時の線路が敷かれる時以外はそれぞれ孤立した路線となっていた。1980年代以末には計2 9 9トルの路線網が築かれていたがソビエト連邦の崩壊による混乱や市民の生活の変化による公共交通の需要低下により1990年代以降は路線網が縮小し2004年7月21日をもって すべての路線が廃止された。主に、ウスチカタフ車両工場、リガ車両製作工場、ペテルブルクトラム機械工場で製造された車両が導入され、2000年代の運用末期には、LM-93、LVS-86、RVZ-6M2 が使用されていた。かつて使用されていた車両のうち、二軸車の KTM-1 が一両。 生体保存されている。ありがとうございます。